皆さんこんにちは。今回はタイ嬉しの理由をさせていきたいと思います。最近はタイ嬉しの理由には自分はちょっと暴飲がめっきり多くなりまして、暴飲愛好家になってるんですけど、箸かく、嬉しの理由で箸かくって珍しい。まあ、これ箸ふつくか。まあ、でもそんなに焦らなくてもいいのかな。まあ、でもちょっと箸ふついて様子見ますか。で、これもうつく手があるんですけど、どうなんやろ。やりすぎかな。いやー、いっちゃおう。箸かく許さないマンで。で、豆腐でこれは。一回豆腐と取りまして、時に作られるのはさすがにまずいので、一回豆腐と取りまして、あそこで戻してくる。でこれ取りまして、で走ってくると思うんですけど、これもう取って、あーでもこれ次強者打ってくるのが厳しいって言ってんのか。まあでも知らない知らない。それは私の知ったことではない。いや、これ、いや、真面目な話すると、香車には角を上がって、飛車取りにして、飛車逃げた時に歩とか打てば受かるので、攻め合いに持ち込みました。あ、同歩ですか。同歩は、シンプルに同飛車でいいかな。まあ、同飛車の予定で、2四歩ついたんですけど、なんかシンプルに同歩と取られるとそれはそれで迷いますね。歩、あーなるほど、これ同飛車成でもう一回歩を打とうってことですね。で同竜に金で、受けようっていう手ですけど、まあ逃げといていいかな。でもなんか2筋以外に逃げると、こう逃げるとあとで、こうでこうなってくる手が気になるといえば気になるので、無難に行くなら、竜を引いて、2筋をキープしておく手はありそうですね。まあ、そっちで行こうかな。無難に引きまして。香車には、角をかわして受けると。まあ、これ金上がって、守っとくか。次、歩打てれば、角頭を守れるので、で回ってきて引いてきて、まあ、これはこっちも冷静に歩を打って角頭を守って、こう刺しておけば駒得ですし竜もできてるので、まあいいかなっていうところですね。ただまあこういう良さというか、これぐらいの良さは何か一手間違うとすぐ逆転するのが将棋なので、油断はできないですね。いや、しかもこういう将棋ってなんか、まあこういう将棋というか、なんかまあちょっと嬉しの理由からのなんかアヒルっぽくなってるんですけど、こうアヒルみたいな将棋ってこう相手の飛車が慣れるだけでなんか一気に逆転みたいなことよくあるんで、本当に気をつけないといけない。まあ一回囲っとくかな。まあ桂馬成香で取られても同竜なのでそれは大丈夫そうですね。さっきに飛車を回っておく手もありそう。まあ、こちらはどうやって相手陣を突破していくかですね。まあ、ちょっとこう竜を引いたところでこう敵陣に入る選択肢もあって、そのなんていうんですかね、そういう踏み込む順もあったんですけど、そこを回避してちょっと無難な順を選んだので相手陣が安全になってしまってるので、そこをどうするかなんですけど、これは飛車浮きは次に香車をここに打つ手を狙ってますね。これ一回銀かわして刺そうかな。で香車打ってくると思うんですけど、そこで竜をかわして、どの判定どの判定で取られた時に、銀取りじゃなくなってるんで、ここで竜を入って攻めるっていうのを、これ一回先に歩を打とうかな。同歩と取らせてから竜を入ることで、ここに歩を打つ手を狙ってます。いや、今のいちご囲いの判定何？
いちご赤恋ってこの形、この金銀3枚、守りの金銀3枚、玉5個の形をいちご赤恋って言うんですけど、何に反応したんやろ、本当によくわからない。なんかでもたまにウォーズありますよね。ビッグ4とか特になんかあるイメージなんですけど、なんか飛車先の歩をついた瞬間にビッグ4って出たり、ウォーズちょっと謎の判定ありますよね。まあ何か基準があってそれに反応してるんだとは思うんですけど、その基準がわからないですね。今竜動いただけですからね。囲い何も関係ないですからね。成香、これはまあ竜を入っとくかな。まあ成香を寄られて銀取られちゃうんですけど、まあ、成香寄って銀逃げるならここしかないんですけど、結局成香入られて詰んでしまうので、まあ銀は取られる格好なんですけど、まあ歩成りからの攻め合いを見せれば攻め合い勝ちできそうかなっていうところですね。やっぱりこっちは竜が絡んだ攻めなので、相手の方は成香だけの攻めなので、ちょっとその分こちらが優位かなっていうところですね。しかしですね、しかし油断すると、でもこれ取ってきても2二歩が痛いですし、放っておくと2二歩成りが厳しいですし、受けはなさそうなので攻め合いしかないけど、そうですね、攻め合いなら強なりとかなんですけど、まあ取って攻めていけばこっちの方が早いんじゃないかなと。ただ相手の方の玉はこう左に逃げていくルートがあるので、そこはちょっと警戒しないといけないところで、こっちはこうこの飛車が待ち構えているのであんまり左に逃げれないんですけど、相手の方はこう左側にこっちの駒が何もないので、こう逃げるルートがあるっていうところは警戒しておかないといけない。なんでこっちもなんかこう左側を塞ぐような何か攻めを用意しておかないと。これは金が取れますね。で逃げておいて、ここに逃げた方が一筋に回る手がないからいいかな。相手方としてもこう迷いどころで、飛車で攻めるならこっち、ここら辺に回ってこう行きたいんですけど、そうするとここら辺が手薄になるので、ここに金を打ってこう逃げ道を塞ぐような手ができてしまうので、そのあたりが相手の方の悩みどころかなとは思いますね。銀、なるほど、ちょっと一回受けて、ただそれはかえって詰む可能性があるかな。銀を打って逃げた手に角打ちがここに逃がさない手で、同玉と取らせれば頭金ですし、逃げるのもここに金を打てば詰みですね。感想戦していきます。というわけで感想戦していきます。まあ嬉野流から端角がちょっと珍しいかなと思ったんですけど、まあ若干アヒルっぽい将棋になったんですけど、まあ角頭を狙ってっていうところですね。で角を取ってもう攻め合いに行って、これ香車持たれてるのでここに香車を打つような手は気になるんですけど、角を上がった手が飛車取りになって、飛車を逃げた時に歩を打って受ければ受かる形なので、これは大丈夫かなと思ってました。なので相手の方受けてきたんですけど、同飛車で攻めていけば飛車を使って攻めることができるので、まあ、こちらとしては十分ですね。でまあここ強くというか、まあ、こっちに攻めに使うような手もあったと思うんですけど、本譜は無難に竜を引いてこの横歩を守る順でいきました。で相手の方も受けてきた手に角頭を守って飛車に歩を打って、まあ、丁寧に受ける順ですね。でまあ以下こちらも玉を囲って、で香車を打たれちゃうんですけど、手順にこう竜を敵陣に入っていって。まあ、これで竜を使った攻めができるので、こちらとしては攻めには困らなさそうな局面になりました。香成りには歩成りで、で桂馬取って攻めていけば、次にこれと金を寄る手が厳しくて、同金だと竜で王様を取れます。それを警戒して早逃げだったんですけども、これは金が取れるので大きいですね。で逃げた手に竜を回って、成香にはこちらもと金を活用しておきます。
で、相手の方銀を上がった理由としては、これ次にこう取って同金に金を打って逃げた時にこの銀が取れるので、あらかじめその取られる銀をかわしておこうっていう意味だと思うんですけども、これには銀を取って同金に銀を打ってこちらに逃げて、こう左側に逃げる手を見せられるのが一番怖いんですけど、角打ちが手筋で、同玉だと頭金で詰みですし、下に引いても金を打てば詰みなのでこちらの勝ちになりました。3級から1級の方向けに達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しい内容やご登録は概要欄からチェックしてください。よろしくお願いいたします。